皆様こんにちは、ズッチマテでございます。ズッチはですね、今羽田空港に来ております。今からズッチは中国に行きたいと思います。ズッチはですね、いつも飛行機に乗るととんでもない事件が起こるんですけども、本日は味方が3人もいらっしゃるんですね。なので安心安全の旅行になるかと思いきや、ちょっと時間が今危ういので、恒例のご飯を食べて行きたいと思います。でもね、今回はね、搭乗口閉まんないから大丈夫です。今回は呼ばれるよ。え、前回は過ぎたら呼ばれないじゃん。あ、そうそうそう、ズッチ様。本日のね、朝ごはんはうどんです。そしてホノピスもいらっしゃいます。ご飯ごちそうさまでした。ちゃんと食べました。大丈夫かな。じゃあ気をつけて行ってきたいと思います。はい、ただいまですね、杭州到着しました。今お花がいっぱいって感じですね。空港自体結構綺麗ですね。今からホテルチェックインして、でちょっと休憩してから少し観光しようかななんて思っております。お花プレゼントしてくれた。ディアズチ、ウェルカムトゥーメアガヨネチャイナパーフェクトダイアリー。嬉しい。はい、今ですね、車に無事乗ることができて、今からホテルに向かいたいと思います。イエーイ。今ですね、プチトラブル、重大トラブル、え、重大でございます。重大でございますか。はい。Wi-Fi が繋がらないっていうね、ことが起きてるんです。今ずっとずっと今1時間、2時間、30時間、40時間、100時間って Wi-Fi を繋げるために今試みてるんですけれども、そんなにやってないよ。まだ30分未満。そうね、誰がどう頑張っても Wi-Fi が繋がらないっていう今状況にも陥ってまして、空港 Wi-Fi も全滅だったよね。そう、空港 Wi-Fi も繋がんなかったし、いかがしましょうかっていうね、感じなんですけれども、スラッチマティア、マジでま、大丈夫でしょう。うちらは全然今生きてます。大丈夫です。ダブルホテルに来ました。すごい、ズチダブルホテル行きたかったんだよね。ずっと夢だったの。わあ、嬉しい。素敵。あんた5分でメイクするんですって。すごすぎない？無理なんだけど、ズッチ5分でメイクするなんて。しかも鏡見てないし。鏡は見やせん、鏡なんて。頑張ってください、お化粧。ペンディとのコラボなの？すごい、すごい。なんだっけ、トラブルイシュー。あー、マイカ、すごい、眺めも綺麗。これはマンゴーと柚子のジュースでございます。中国では流行ってるらしくて、こういうジュースが。こちらいただきたいと思います。ちょっと逆光すぎるけど、いただきます。 I thought it will be rain time. 美味しい。すごい、廊下も素敵。1110番ですね。本当？失礼します。おお、最高。素敵なんだけど。こんな感じになってますね。大きい鏡があって、すごい。前に見えるのは高層マンションたちですね。で、なんか下にはね、広場みたいな感じになってるね。改めまして、ルームツアーです。ここがクローゼットですね。で、鏡があって、お風呂もこんな感じで、とても素敵なお風呂ですね。おお、すごい。ということで、本日からかな3泊4日ズッチはこちらにお世話になりたいと思います。ありがとうございます。準備が終わりました。今からですね、夜ご飯を食べに行くので、一回お風呂入ってお着替えをとメイクもしてみました。こんな感じですね。そして本日のお洋服がこんな感じですね。短パンと
あとはシャツ、ネックレスということで夜ご飯に行ってきたいと思います。イエーイ、やっほー、お帰りだいぶ申します。私こっちが使えないからって海外の街並みっていいね。それな、ね、思ってたより街並みがすごく綺麗。わかる。今回アテンドしてくださる方がね、 いっぱいいて本当に嬉しい。これがお店の名前です。海のもん魚の子店、はい、ご飯来ないかな、楽しみ。こちらは甲州のビール、すごいなんか色がゴールド。これ何ですか。ピナッツ。おいしい。乾杯。魚いただきます。うん、おいしい。おいしい。こちらは伊勢海老飾りが間違ったね。おいしい。ねえ、すっごい綺麗なんだけど。ちょっと近いかな。はい、ご飯終わりました。美味しかった。本当にびっくりするぐらい美味しかった。すごい辛いのかなと思ったら全然そうでもなかったし、今から千と千尋の神隠しのぽいところぽいところに行きたいと思います。天下城、天下城だったのかな。ちょっとショッピングモールにお邪魔していようかななんて思ったりもして。優しくなる洋服ちょっと引っ張って買って買って。すごい。すごい。すごい。サンドミ。サンドミ。おじさん。ほら皆さん、ズッチのこと。ズッチがこんなとこカッポしてて怖いでしょ。若者が多いとさ、街も明るいね。近未来とは違って、うん、なんかまたちょっと違う雰囲気。そうだ、マジでなんか渋谷とかそっち系。あ、わかるわかる。すごい綺麗な街並み。すごいな、街全体がものすごく綺麗。虜になっちゃう。ズッチが今日経験した中国の道の中で一番人が多い。でも街並みが結構ドタイプ、ユニバみたいじゃない。え、こっち見るのやばい。マジでいい。泊まってみるっていうね。大道芸の人だと思われてるのか。ワールドクラスビューティー。すごい、結構迫力ある。迫力がすごい。
ずっち日光は東照宮行ったんだけど、うん、それと同じぐらいなんか度肝抜かれてる今。はい、よいしょ、ホテル戻りました。あ、水美味しい。今の時刻が11時40分か。日本だと今1時前ですね。今日はまあたくさんいろんなとこ行って、あ、え、見て、果物があった。ちょっとお腹減ってたからすっごい嬉しい。食べよう。うん、美味しい。ってことで明日が10時ぐらいにロビーに集合して回るらしいので、今日お風呂に入ってさっさと寝ちゃいたいと思います。ということで、おやすみなさい。おはようございます。あー眠い。今がですね、朝の7時ですね。お風呂入って準備していきたいと思います。準備終わりました。今日は紫のメイクでございます。で、この黒目の上のところに、わかるかな、緑系のラメを本日使ってみました。いかがでしょうか。では今から朝ごはんを食べに行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。すごい可愛い。あ、本当ですか。うん、あのいつも5分のところ30分かけましたか。さすがです、はい、本日のズッチの朝ごはんはこちらでございます。11時半ぐらいになんかもうお昼ご飯が始まっちゃうんだって。だからちょっと少なめでご飯をね、いただきたいと思います。今携帯をいじろうと思ったら、なんと携帯をなくしてしまいました。どうしよう。ずっち、海外で携帯なくしたことないからちょっと怖いんだけど、今スーパーにいます。今聞いてもらってる。あったらしい。あー、よかった。すいません、皆さんありがとうございます。ご迷惑おかけしました。ではいただきたいと思います。豚肉。え、美味しくない？めっちゃ美味しい。サクサク、うん、これがハト？いけるわ。美味しい。美味しいんだ。食べる？うん、無理。今ですね、ご飯を食べ終わったので、次どこ行くんでしたっけ。シャーミエ。シャーミエに行きます。すごい、なんかおしゃれ。ここはピスが行きたかった場所らしいです。広州に滞在している外国人がここに集まっているみたい。あー、そういうことか。見せて、うん、こんな感じって。あ、じゃあダークモカチップフラペチーノもどきってことでよろしいですか。うん、もどきってことで。あ、これダークモカチップフラペチーノもどきだわ。うん、あ、美味しい。なんかさ、セブチの音楽が聞こえて今見たら、セブチのファンが踊ってる。わお。渡れた。あ、すごい、なんか
してる。街によって全然イメージが違うから面白い。ね。うん。想像してた中国。面白い。見れるかも。受け事してんのかな。ね。裸のおじちゃん。ちっちゃい。どこでしょう。ちっちゃすぎる。あ、入ってる。すごい。なんかガヤガヤぐらいもずっと好きだわ。やっぱさ、いろんな国行くのいいね。これからもいろんな国いっぱい行きたいな。皆さんご覧ください。これは結構有名な教会らしくてすごいね。なんか迫力がある。これもここに今教会があります。綺麗だね。すごい綺麗。結構こういうの好きだわ。今ですね、車に乗って次はちょっと早めのご飯を食べていきたいと思います。ご飯を食べて休憩しながら次の場所に向かいたいと思います。いっぱいですね。もう喋る余裕すらない。つっちはまだまだ元気です。すごいんだけど、暑さにやられないの。暑さにやられてるけど、なんだろうね、なんかまだつっちはいけるかも。オープン。わっ、すごい綺麗。じゃあ本日はこちらでご飯をいただきたいと思います。中国の紹興酒いただきます。お肉も美味しい。ではこちらいただきたいと思います。おいしい。ね、うん、美味しすぎない。美味しい。おー、うん、おー、すごい、すごい美味しそう。今ですね、中国の食文化について今お話を聞いてて、中国ってそのご飯をゆっくり食べる文化があるんですって。お話ししながら、お店に時間制がないんですって。普通に閉店後食べても何も言われないし、2時間3時間普通にご飯食べても何も言われないんですって。なんかそれ素敵ですよねって思って。そうだよ、若者がやっぱ一気に多いね。やばいね。結構カフェとかがいっぱいあったりとか。はい、今ですね、若者の街なんとかかんとかに行って、もう覚えてないんだよね。パンツとあとピアスとネックレスかな、買いました。後でまた紹介いろいろしたいと思います。お買い物できたのすごい嬉しかった。次の現場に行きたいと思います。イエーイ。綺麗すぎる。ちょっと皆様に見ていただきたいわ。エレクトリカルパレードみたいなさ、船がビュンビュン飛んでるわけ。うわ、もう綺麗。すごくない？すごい、近未来。あ、すごい漏れるこの光。すごい綺麗に漏れるわ。地が本当に綺麗。すごい。この橋は600メートルぐらいあるらしくて、ぐわーってあっちに繋がってるんですけども、この橋はなんとですね、観光のために作られた橋らしくて、すごすぎ。
はい、ホテルに帰りました。今から購入品紹介をしたいと思います。じゃらーん、3点かな、本日は購入しました。まずこちらから紹介していきたいと思います。ブランドがこちらですね。これが中国のブランドかどうかはちょっと定かではないんですけども、デニムのパンツでございます。うちフレアのデニムのパンツが今ないので、こちらを購入してみました。これ後で着てみたいと思います。そしてズッチが一目惚れしたものがあって、ブランドの名前はですね、こちらですね。こちらのアクセサリーを2点購入しました。値段が8000円と7000円ぐらいで、2点買って1万1000円ぐらいでした。見て、すっごいキラキラなの。このチョーカーとこちらのピアスを購入しました。これすっごいキラキラでさ、ちょっと待ってね、いい感じに今撮るわ。こんな感じのスーパーキラキラしているアクセサリーをズッチは購入してみました。すごいキラキラしてない？今からこちらのパンツとあとアクセを一旦つけてみたいと思います。ダラーン、可愛くないですか、このフレアパンツ。下の部分がものすごく広がってて、これはズッチ一目惚れでしたね。そしてこちらご覧ください、キラキラ、美しすぎない？ねえ、いい感じ。結構これは一目惚れしたので、かなり気に入ってます。明日、このピアスはつけていこうかなっていうふうに思います。12時間ぐらい経っても全然メイク崩れてないの。はい。というわけで、本日はもう疲れたので、お風呂に入って寝たいと思います。今の時刻がですね、11時40分ですね。眠い。おやすみなさい。また明日。おはようございます。二日目の朝ですね。8時4分ですね。眠い。今日は、確か、コスメショップ巡りだったか、パークダイアリーの一番大きいお店だったかな。ということで、今からお風呂入って、メイクして、出かけたいと思います。おはようございます。おはようございます。朝ごはんをいただきたいと思います。今日メイクもしたくなくて、うん、わかる、本当に私も昨日30分かけたのに今日15分だすぎる。今日も晴れてますね。天気予報では毎日雨で、いや、そうでしたよね。スーパー晴れ岡マンね。本日はですね、髪の毛ハーフアップにしてみました。このキラキラはですね、昨日アクセ買った時におまけでついてきました。可愛いよね。ちょっと後頭部に P を刺してみました。確か今日どこでしたっけ、パーフェクトアイアリー直営店、直営店とコスメ市場的なところに行きたいと思います。中国コスメをいっぱいゲットしたいと思います。行ってきます。今ですね、化粧品がぐわっとたくさん売ってる市場みたいなところに来ました。ネイルシールだったりとか、つけまつげだったりとか、スキンケアだったりとか、たくさんありますね。すごい楽しい。ズッチは中国コスメと、あとなんかつけまつげとかたくさん買おうかなとか思ってるので、ここ一帯全部そうなんですよ。ここの通りもそうですし、向こうも道になってるんですけど、全部化粧品が売ってるみたい。今ですね、たくさんいろいろ買ってきました。つけまつげ、化粧品、はい、そうね、ハイライトですとか、あとアイライナーですとか、ファンデーション、あとは何ですか、リップ、変なリッパーってよね。次はバークダイアリーの直営店に行って、またお買い物したいと思います。イエーイ。
マックに来ました。コーラとポテトとなんか肉バーガーを本日は頼んでみました。辛い、いただきます。辛い。ポテト味近くない？ほんと？ちょっと違うと思う。違いますよね。本日のもう一番ずちが楽しみしていたパーフェクトダイアリーでございます。日本には直営店はないんですけども、こちら本国には直営店がありまして、こちらが1号店になっておりますので、いつから爆買いしていきたいと思います。あー、マイガーシー、すっごい可愛いのお店の中、このパレットもすっごい可愛くないですか。こちらが中国のコラボレーションのやつで、日本には入ってこないんですけども、この色がまあ可愛くて、ズッチが一番好きなのがこのラメ、すっごいキラキラしてるんです。ちょっとね、これはね、ズッチ買わせていただきたいです。でこれが春のコレクションで、その中のコレクションと一緒になってるみたいです。素敵すぎる。これからの夏のコレクションが今出てて、これがこのなんかデニムのコレクションなんですよ。可愛くない？ズッチ、この青がね、多分使いづらいんだろうなって思ったの。そしたらさ、青じゃなくてなんかね、透明感のある色に変わるの。目頭の部分とかにつけてもすごい使いやすいんじゃないかなと思ってて、でこのコレクションがこの夏のコレクションになってるみたいで、これさ、グロスなのかなと思ったんです。そしたらリップの色持ちを長くするやつらしくて、これもね、ズッチ買いたいと思います。イケメンがいました。ズッチもパーフェクトダイアリーのモデルとかしたいな。可愛いのがいっぱいありすぎてさ、迷っちゃう。店員さん、ありがとうございました。バイバイ。素敵な店員さんたちです。いっぱい買いました、たくさん。ということで、次はどちらに向かいましょうかね。結構たくさんいろんなお店がこうやっていっぱいあるから、ちょっといろいろ回ろうかなっていうふうに思います。今までで一番すごいところに連れてきていただきました。乾杯。あー、小豚、小豚だ。豚ちゃんが輪切りになって帰ってきました。結構ショッキングだったんですけど、この豚さんを出すのって中国ではおもてなしするっていう意味を込めてのお料理なんですって。だからね、これはちゃんと感謝を込めていただきたいと思います。うんうん、こちらが今回来てるお店でございます。ポノフィスさんがエビにトラウマがあるということなので、エビを剥いてあげます。食べ、これでもうビジュアルは大丈夫なんですね。大丈夫です、ありがとうございます、はい、なんかデザートがかわいい、なんか卵みたい。恐竜の卵、恐竜の卵、こちら恐竜の卵をいただきたいと思います。あ、ちょっと固め。あ、すごい、おいしい。おいしい、うん、見て見て、すごい、中に黄身が入ってる。おはようございます。最終日ですね。てかもう今日帰宅の日ですね。今朝6時です。本日はパーフェクトダイアリーの本社に行くので、お化粧して準備して向かいたいと思います。雨降ってるわ。でもいいの、観光の日は雨降りたくないよねって言ってて、今日は雨降ってていいの別に。準備始めていきましょう。はい、お着替え終わりました。今からラストのご飯を食べて次の現場に向かいたいと思います。早かった。3、4日、ヨーグルトが美味しすぎるの。
今ですね、ホテルのチェックアウトが終わりました。イエーイ。経緯でもないんですけどね。ね、結構寂しいんですけど、あともう5週間は痛かったですね。まだ終わってないですよ。そうなんです、実はまだ終わってなくてですね、今からパーフェクトダイアリーの本社にお邪魔して帰ろうと思います。では行ってきます。ただいまですね、こちら野戦ホールディングスにやってまいりました。野戦ホールディングスはコスメ会社でして、この中にパーフェクトダイアリーの本社が入っております。今からこちらに行ってきたいと思います。あ、いや本当にすごい。これ今別館に来てるんですけど、 4,5 年でさ、こんな大きいところを作るなんて夢あるね。すごいよ本当に。こんないっぱいプレゼントもらっちゃった。本当よ、大荷物。さっきのクロミちゃんのやつとか、マイメロちゃんのやつとか、かわいすぎる、ね、野戦グループさん本当ありがとうございました。ありがとうございます。今から私たちは空港へ向かってもう帰りたいと思います。はい、こんな感じで3泊4日終了しました。パーフェクトダイアリーとか、ヤッセングループ、こんなに素晴らしいところって知りも知りませんでしたっていうね、よくわからない日本語なんですけれども、ズッチはウィッグショップで買ってるんじゃなくて、最近は工場で直接取引してるんですね。ズッチがよく取引してるところが中国にあって、次回はねそこにこう行きたいなとか思ってるので、また近々中国行けたら行きたいなっていうふうに思います。これにてズッチの中国 Vlog は終了でございます。皆様ご覧いただきまして誠にありがとうございました。本日の動画が素敵だなというふうに思いましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは皆様次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。